有些这个政客一再发表这种言行，我想呢，这个不仅损害中日双边的关系的大局，也损害日本的国际形象。中国外務省の劉参事官はこのように述べ、石原都知事を名指しすることは避けたものの、日本に警告しました。また、この問題に関する日本側のあらゆる行動に注意を払っていると強い警戒感を示しました。その上で、尖閣諸島は中国固有の領土で争う余地のない主権を持っていると従来の主張を繰り返し、日本側の一方的な措置は違法であり無効だと強調しました。